オンオフスイッチを守り抜け。まずは3アップゲットして、これね、これも放送でもらった面白いコースだったんですけども、クリアできなかったんで、今日クリアしたいと思います。これこうやって P スイッチなんかを使って、ドッスンがオンオフスイッチを押すのを防ぐっていうコースなんですよね。これがね、面白いことこうパズルになって、すごいね、出来が、クオリティが高かったんで、今回クリアしていきたいと思います。さあ、これは、右に行ったら、ドッスンがここで発動して死んじゃうので、こっちからしか行けない。こっちからしか行けずに、この P を持ってこっちに行くと、すると、ここ穴が開いてるので、ここで P を投げ込むことができると。そしてこの P によって、ここを通っても死なずに済むんだよね。いやー、これ面白いよね。面白いパズル。そして、ここも P を持って、ここは右に行ったらダメだから、上から行きますと。上から行って、ここで P を投げて、防いでおいてからのドスンを、ドスンを下に下ろしてからの、また通るから、ここで P をまた置いて、これで防いで、扉に入る。いや、これよく考えたよね、本当に。一旦ここは休憩。して、P が落ちてくるの待って、このままではいけないので、P が来てからここに投げると。で、ここはまた下はいけないから、だからルートがいっぱいあるように見えて、ちゃんと一本道になってるんだよね。で、そう、これはね、右に投げていったら詰んじゃうんですよ。詰んじゃうというかダメなんですよ。なので、ここはね、生放送でやったところなんで紹介したいと思いますが、まずこっちに P を投げて、発動してこっちの P を、奪ってくると。この P を奪ってきて、ここで P をこっちに投げますと投げて、で、この P ももらって、これで、P を2個重ねて、これだと、まずはここに来た時に1個 P が押される。1回防げましたと。そして、1個だけだとね、この後にこの左に行った時に押されて終わっちゃうんだけど、これだと2個あるから、これで押されずにいけると。いや、めちゃめちゃ考えてある。いや、これすごい面白いよね。そして、これは、危ない。これは、オンスイッチを1回押してもらって、さあ、ここで、P を置いて、ドスンを防ぐと。待って。防いで、で、こっちに、わー、違う。この、よいしょ、危ない。ここに、あー、この、順番にこの、縦の長いところに P を置いていけばいいと思うじゃん。だけどそうすると、ほら、自分が進めなくなるんだよね。どうするかというと、こっちに置くんだよね。そうすると、ほい。ここ行けて、あー、ちょっと待って。ここにこうやって置くと。で、こっちに行ける。いや、この辺がさ、シンプルですごい考えられてて、超好みなんだよね。まずは、よいしょ。ここに P を置いて、よいしょ。これで防いで、あ、ダメか、あれ？ダメだ。あれ？これどうするんだ？とりあえずここで P を投げるのは合ってるでしょ？でもその後どうしたらいいの？こうして、よいしょ、あ、こうか。これで P をここに置いて、で、こうか。で、急いでこっちに行く。行けました。この後でもどうすんの？この後どうしたらいいの？下からはいけないから上から行くよね。上から行って。あ、で、P が1個あるから、そうだ、P が1個あるんだ。P が1個あるから、待ってよ。P があるから、2個あるから、今度は2個あるんだよ。2個あるから、待てよ。これは、ちょっと1回待て。落ち着け。1回落ち着いて。いやー、違う！まずこれは、投げてしまった。でからの P を持ってこっちにとりあえず行って、ここまでは変わらないよね。ここまではこのルートしかないはず。そしてこの後がどうするんだ？この後が、こう P 投げるしかないよね、ここでも。投げて、でもその後どうしたらいいんだ？結局、振り出しに戻っちゃわない。でも変わんなくなっちゃう気がするな。これで投げて、結局これ投げたらほら、またこうだよね。P2 個、あ、待ってよ、今 P2 個あるね、P が2個あるから、P を投げて、さらに、
ここでもう一個投げればいいのかな、もしかして。そういうことだね、多分。これもう一個投げて、で、ここで待機。で、こっちに行って、あ、これでいけるでしょ。うわー、すごいな、これ。マジでよく考えてある。これでいけるわ。これでこうして、OK、いけた。これで、土管に入ると、うわ、すごいな。うわー、これは面白かった。これでゴールド。いや、一瞬2機に解けるかちょっと怪しいかなって思ったけど、いや、ちゃんと考えたら解けるぐらいの難易度でしたね。いや、これはすごい。一番乗りよかった。はい、ということで、オンオフオスイッチを守りながらクリアするコース、皆さんもよければ遊んでみてください。新感覚 USA キノコスピードラン。キノコのスピードラン。あ、ここジャンプ。こういうこと？ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。確かにキノコがスピードランしている。これ音符は踏んじゃダメってことかな？合ってる。ここでジャンプ、ジャンプ。次ここ。え、合ってる。ここ。あ、合ってるっぽい。ここでジャンプして、ジャンプして。これでいいのかな？これでいい。え、ゴール。え、え、待って、これ、あ、合ってる？これ。合ってるかな？あ、合ってた！よかった！よかった、ゴールできた。まさかの、USA キノコがスピードランをするっていう感じでしたね。多分、途中のボブ兵とかを踏んだら、マリオが死んじゃってゲームオーバーになるっていう、多分そういうコースだね。皆さんもよければ、USA キノコスピードラン、遊んでみてください。一発クリアよかった。それでは、また次回の動画の方でお会いしましょう。バイバイ。